取り切りました。ミッドコントロールをしていく T1。 おお、あさや強っ。スモークがたかれます。フラグメントエントリーができない。ペイントダウンを使ったんですが、メデューサ自身が A のゼロポイント。伊豆はどうする。足音が聞こえた。うまい、オーバーピック。いやこれいいよ、形変えれるか。セスパラノイア、メデューサ、バイパーモク、ね、これめっちゃいいけど、しかもこれバイパーモクワンウェイタイじゃない、ね、しかもめっちゃいいよ。ビメインチェックされてないね、されてないね。わ、このワンウェイ微妙、これワンウェイじゃない。一気に中に飛び込みます。いやでも言うていい、これビメインしかもバレてない、ビメインバレてないよ。引っ張って引っ張って、なあワイリローファッキン。中ではメデューサぐるっと回ってきた。オーケー、メデューサいいじゃん。ファーストラウンドデトネーションフォーカスミーが取りました。いいね。ショーストッパー上げに行くかと思ったんですけど、フラッシュ受けてしまいました。ロシーに戦いますね。フラグメント、その間にショーストッパー上げた。うまい、ショーストッパー上に打ち込んだ。まあまあそう、ジェットブリンクサイプレイヤー。一方イズが出てきた。イズ強インスモーク。ナイス。いや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 、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。具合いいよ、マジで具合いい。オーケー、メイエース。3人を抑えたメイ、エースいけるよ。裏取りを待ちたい。裏からメディアさん。あー惜しい。ただ十分な削りです。めちゃくちゃ惜しい。カルペ落とせていたらもっと良かったなぐらいですよね。今回はセスのラークになります。ビスルラウンド情報を取らせないポイズンカードをうまく使っておりますよ。いけー。これ B ラークしづらくなりましたね。熱産ゲームできないね。だってもうこれメインも体力ないって。おもんな。ここを抑えておけば。これエントリーできないね。20 HP。トクシックスクリーンは対策できますからね。わー、サヤのアングルが。ちょっと打つのも楽しみますよね。いやもうこれ B メインの抜きでゲームセットだ。オーディンで構えています。無理無理、これ死ぬよ。パラノイアカウンター。ほら、ロッシーダブルキル。無理できない。オーディンの射線も通っています。これもセーブですかね。わあ、まあ攻めもおでん欲しいよね。あそこ抜き返せないと一生やられるから。おお、強っ。完全リテイク配置。まあそうなりますよね。しかもここをオーディンであればノーリスク。ファーストブラッターロッシー、人数をかけてシャントラークを潰している。追加スモークメイ、なんとか抑えたか。ヘブンからのカルペ、これ555じゃない。ああ、止まんの。見えた瞬間ハンターズフューリーが飛ぶ可能性も考慮しました。あれめっちゃいいトレードだけどな、ワンキルメイ君。インスモークのロッシーはどうだ。処理は、うわー、強い。片方はサヤプレイヤーでした。ロッシーサヤ、おーわー、体の射線通しましたね。強すぎ。あ、いいセット。あ、セブラスバックサヤプレイヤー立てしたか。これはいい、めっちゃ形いい。もう一回出てくる。一応アバキ飛んできた、飛んできた。イブうわー、サヤカバに入って、うわー、すべて抑え切ったが側面と達せず。ここも外しません。さや、どういうフリックしたん今。狙いは良かったんですけれども、ブームドットチェックが入ります。ヌルコマドスタート。あ、押し付ける攻め方。カルペのオーディンはどうだ。怖いですねこのオーディン。人数をかけた丁寧なエントリーはできました。バイパースピード高め。おお、抜いた。さあこれでロックダウン打つスペースがなくなりました。メイ君マジ素晴らしい。マジでメイ、もう T1 はメイなんよ。いけないですよね。できませんね。12ラウンド目までは武器継続で変えます。イズ倒しに行く。いいプレーです。あー、もう来た。うーん、いいよ。ただメデューサアンセム飛ばせましたが64。パラノイアの刺さり方がどうなるか。これ見えた瞬間パラですよね。パラノイア3名ヒット。1人目ナイス。いや、いいトレード、いいトレード。1トレードであればゴーじゃない。まあまあまあ、カバー中のロッシーも落ちています。ここも警戒してるメイ、ブレードストーム、クナイはあと3発。隙間が空いてる。わざとオーデン、オーデン。何その隙間、しょうもない。なんとか見た。メデューサわざとじゃないよ。取り返しのロックダウン、前に出る。背後取った。一暴れてる。ショーストッパーを切るかどうか。ワンワンでまずワンピック狙う。ダブルピック。ここはサイプレーです。まあまあまあ、このズレだな。感じますけれども。まあ
細かい。ゲームコントローラーがね、どうしても落ちてしまってますからね。まあ、あのズレだけだね。ロッシは簡単にゼロポイントは避けません。ショーストッパーを持っている以上は避けない。さあ、そのロッシを倒した。あ、うまく抑えた。よくネスダブルキル取れました。ただイズダブルキル、イズショーストッパー、さすがにここメイが打ち倒します。ただマーケットの車線少し怖いですね。ナイス、抑えた。これ7号ですね。車線を切りながら前に出ましたが、ここはアンセム取り切りました。おー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 、5本での折り返し。 DFM は映画にスタックしてますね。メイ君薬指に指足だぞ。まずい、まずい、うまくはまりそうです。まずい、あやだ、ま、その情報はクリーンを、これでハサミがほぼ濃厚だと。そうですね、わかりましたね。読みました。デトネーションフォーカスミエントリーが始まります。ワイヤーを越えていったメイン、キャットからの進行、後から入っていきます。設置まで持っていったロッシー、これ早め乗りテイクいきたいよ。早め乗りテイク、早め乗りテイク、結果的にこれ早め乗りテイク。うおー、いや、エクスキレート、この打ち合いではエクスキレート、クラッシュ合わせ、クロコンから潰しに行ったが、ロッシーカルペとカバーが入りました。後半のファーストラウンド、ドローンスタート。これシンプルな A バサミになりそうですが、メインを抑えるのがちょっと位置が難しい。ファーストブラッドアセス、横から出てくるところ、さあメイトメディさん、いいね。ここはメスが見ています。さあここで足が見えました。ビル位置を特定した。 2,3 人が入ってくるまでは分かった。手前まで入った。サイトなんかどうやって耐えるか。中2、ディフェンダーサイドから寄ってくるメデューサ、フラグを抜けた。いや、それは無理じゃない。5対4、まあ、やりたいのは分かるけど、サイ中に2人いるの。ペイントダウンと合わせてピークをしていきます。まだうまい、メイ、うまい、メイ、メイ、あー惜しい、メイなんよ。おーおー、今日のサムネ、今日のサムネメイです。本当にうまい守り方をしましたね。あ、見えたぞ。見えました。2人見えた。見えた。はい、メイ。メイ、いけ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 。おお。ピークはカルペ。ただカメラの位置はバレていません。この違いはメデューサ。アンセムが隠れています。いや、素晴らしいよ、メイ君。本当に。23機で。先に捉えたっていうのがメイは大きかったですよね。いつでもヌルコマンド発動可能です。このタイミングパラノイア返した。あ、なるほど、シュラウドステップを使いながらうまくピントラウンを避けましたね。サイトの中耐えている。おー、耐えそうと決まって、なんとデトネーションフォーカスミーが耐える時間を作り出しました。マジで来てます。構成の強み、そして9対9並びました。デトネーションフォーカスミー切りました。はいはいはい、セスト合わせて A 面の初球、最強。抜けたかもって報告が入ったんでしょうね。おお、ちゃんと抑えた。抑えました。うわあ、セーブだよ。もう T1 これ、一択。 B はバイパーズビット、 A は今まで見せなかったセットでした。塗るコマンドあったとしてもこのワイヤーは切れません。あ、でも徹底してまずはワイヤーを壊すアビリティを使っています。ただこの1本は残ってますけど、アッパのワイヤーどうする。カルペファーサブラット、時間を稼いだ。でかい、なんとか1つ。ただロッシーです、起こせるんですよね。中に入ってくるメデューさん、1人。うおー、ナイスメデュー。さあ、プレイヤーセストの1ストレード、エブリワン、ニューラルセット、位置を暴いた。パラノイア横を取ってくる、強い。さあ、位置は分かってる。ワンオンツー、ワンワン、おお、十分です。12本目マッチポイント、レッツゴー。中のメデューサが一つのキック。ただ全員最初からロックダウンを想定して干渉しない。これアンセムのウルトでリテイクじゃない。メイワンキル狙っていいぞ、ウルト溜まるから。メイはメイの車線、メイメイならワンキル取れるから、そこの手前にはワイヤーがあります。ええー、実は手前どこ、
いや俺もわからん。そうですね。どこいた？とは思いませんでしたね。え上？線を通した中、ヌルコマンド。箱上。うわ音だ。音聞こえねえんだよなオフラインって。全員で飛び降りた。インファイトカルペ。カバーに入ったメデューサ。ツーオンツー。ツーオンツー。ナイス！打ち上がってる！エクスケレートは弾のパス！ナーイス！レッツゴー！ 10% デトネーションフォーカスビーが取り切りました。あっつであれば急いで C に展開したいんですけど、問題はこのチェンバーを対策できるかどうか。決めた。一発、二発、三発。まあまあまあ、チェンバー、馬だな。これで人数有利をしっかり。ただこれでおー逃げれんの。ハンターは使い切りました。うまいな。大きいですね。いやーこれエリア取りめっちゃ偉い。サイドプッシュは2人。めちゃくちゃいいエリア取り。丁寧にクリアリングをしていきます。うまいねー。ここで情報取り切って、これもうゴーだね。ゴーだね。進行どうするか。どうする。ネス苦しい状況。さや、これでもワンピックは取りました。解除のタイミング、ポイントが投げ込まれる。解除は止まらない。解除は止まらない。中に入っていく。わあ気合い入ってんな。それそれは気合い入ってるわ。水のガチ解除。150体力ありますので、うん、2発は耐えられます。パラノイアカウンター。ただスモークで見えてない。シュラドステップ、帰っていく。よく避けたわこれ。手前取りました。サヤプレイヤー、いい避けじゃない。フラウラもうヒットした。ただこれアンセムが帰れない。そこにペイントだ。抜けば右手のスパイクドロップ。おお、打ち外した。しかもここネスが待ち構えてる。ネスピック隠れているネス。あーカルペ、お前強っ。メイの立ち位置がどうなるか。メデューサ、いやこれメイトンの立ち位置めっちゃいいけど、この打ち合いが重要だ。釣っていく。側面取ったイズ。おお、ぶねー、よく勝った。ウンボト反応するか。おー、メデューサークラシックで入ってきます。2対1。グッドグッドグッド。さあガレキュー取得、今回は高め早めに動いていきます。ポイント移りました。おー、デンデンの神田です。まあ、これによって B、C を固めることができますが、しかもスクリーン関係ないですからね。外しません。まあまあまあ、さすがのエクスキュレード。いいポジションだね。反応はありません。おわお、また打ち勝った。いいね。まあ、とがめれてんのか、まずでかい。これで C の配置が崩れるのを利用して、またメイズもバレましたね。ここでリンクを固めることには成功しましたが、スネークバイトは2個あるメデューサ。セスも1回姿がバレてる以上、ちょっと動きづらそうですね。高い位置でワンピックを狙った。おぉ、アンセムを隠した。アンセムを隠したから、いや、ホント映った。ただ、耐えるメデューサ。強っ。あ、ずれてる。シェイムフォーパフォーマンス。ダブルピック、メデューサ。メデューサ強い。マジでそれ。猛攻つけながらうまく入りましたね。先ほどと同じ形。ソーストパー。パラノイアを超えていった。ファーストプラットメイ。イズ返していく。シーズは超えていった。シロトセップ。ここもイズ。カウンターのサイプレイヤー、ショーストパー。左は警戒できるか。おお、ラッキー。ミス、よく倒した。ただ人数差が生まれた。ロッシュのカバー。いいね、ナイトフォールを切り、2人にはヒット。どこで足音が聞こえるか。2人なら1人取って。ワンチャンス、体力ないぞ。フロムザシャドウズ、飛んだ先はサイトナカ。飛び切った。スモーク買って、この解除なら駆け引きはどうだ。打ち切ったところ。うわー、うめえ。イズうめえ。これはイズだわ。これはさすがにうまい。あ、伊豆も素晴らしいプレー。これは伊豆がうまいよ。落ち着きです、ね。まあまあまあ、しゃあない。本当に。いや、これエロ。オペレーター。チェンバーを添えてる。これはエロいわ。ああ。エクスキュレート今日ダメだね。ブララ反応した瞬間。お強っ。打った。ブンボト。ナイトホール。当たりましたね。一人。カルベにヒットしました。横から、いやー、カフェ3人。強っ。全部打ち勝った。ロッシーが C で引っかかった瞬間、ドア開けカルペ。そうですね。強っ。まあまあまあ、もうこういうのはね、確かに映画をスーパープレイだから、すでに寄り始めてはいましたが、だし、まあ俺はこういうスーパープレイを見たいからウォッチパしてるわけで、
これはね、いやしかしこういうところを狙うんですね。カルテさすが不利で、まあネスも迂闊に顔は出せないですね。最悪この伊豆はアルティメットで引くこともできます。スネークバイト返していった、瓦礫の勝負抜いた、メイが打ち勝った。ただインスモークオーディン、まあまあまあ、ここもセスが打ち抜いて、セープレイヤー超ソッパーでかい。ただここ打ち勝っていく、今度はカルペがゴール。カルペお前ナイスだ、打ち勝った、でかい。いや分かってるね、オペもオーケー素晴らしい、なんという強気なジャンプピーク、いいね。6対3さあ B は高め、またオペレーターを隠します。パラノイア反応しません、オペレーターランデム、さすがの運用ですね。素晴らしい伊豆のカバーによってエクスクレートが行きました。ここブラコマンクス、わーエクスクレート伊豆、うわネスダブルキルによってなんとか打開はできましたが、ワンオンスリーうわーワンチャンス。ただ包囲網がしっかりと組まれてるんですよね。完全一読みです。そしてアッパー取れた、うわメデューサの読みが鋭い、パラノイア、ただ早めのリテイクに入った。さあプレイヤーダブルキル、メデューサ合流ができない、これメデューサが後続から倒していく。 T1 メデューサダブルキル、3人目はうわまあしょうがないな、うまいな T1、 これ止めもうまい、すべてうまい。9対3の折り返しです。ノーアビリティ、おおシェリフ、おシェリフ、あ6発で3キルチェンバーでいいじゃんもうこれまあミー君がとりあえず2ラウンド取ったんだな、これタレットがある限り。てかさあ、まあかわせろよ、少しでも俺のこと DFM いるって、俺がシェリフ落とすから、アーマーも買え、メイお前。それだピーク、フラウラを流していきます、丁寧です。全ラウンド武器買うわ俺が、倒さないように気をつけてますね。おおエース、ワンチャンスエース、9対4エース取らせようぜ。スクリーン上げて一旦前に出ましたが、セスのみが前に、ファーストブラッドエクスケレート横からパラノイア、ジャンプ避け、フラウラが飛んできた、何も見えない状況、横から入ってくるカルペ、バンダルを取得しました。ここもいいぜ、ラッカ中央ヘッドショット、うわカルペ打ち勝った。またしてもアンチェコを取ったのは T1、 おちょっと左クリック押してみてほしいな、押してもよかった。ナイトホール、サイプレイヤーもう中に入ってる、うわー、まあそれエントリー気づけないよな、音が聞こえないから。トップからの射線もサイプレイヤー、もう1発目も切る、まあ音がね。手前クリア、1人2人、おお。ここはオーディン、オーディンが強い。しかしここは車線が通っています。まあ GG やね。第2マップロータスは圧勝で T1 が取りましたが、まあ別に驚きもしない、 T1 のロータスの強さは知ってた。あパストレーンで抜けてった、あっという間に裏へ抜けた。どういうこと、正面ではアンセム、裏からサイプレイヤー、これ A4 じゃん、挟まれる代わりにメインを取った。ただこれだとこの距離クレンジでは苦しい、クレンジじゃ倒せないけど、あの距離絶対セス対応した。はいフレンジ、やばい、ロッシーのカバーが入った、いやロッシー手前メデューサ、いや裏はケアできなさそう、スモーク買った、してるわ、見えた、気づいた。そして勝ってあげたフレンジ、いやうまっ、待って今の譲り受けたこのフレンジで、いやー俺あんまり考えて、今俺あんまり考えて見てなかったけど、まあ、自らそれでスモーク消すのめっちゃうまいわ。さあドローンを中心にマーケットを映った、内側ドローンファーストレーンで左側を取ります。あワイヤーがあったらな、ルーコマンドまで使ってバックサイトまで取りました。熱に対してのプレッシャーをかけますが、ここはクリアリングミス、ダブルピークそこを補います。フラッシュ合わせで伊豆が前に出るかと打ち勝ったのはネス、セスうまい、マジでうまい、メデュー、うわロッシー、でもこれ T1 勝ってるからな、うわタイミング、よっからメイ、
ダブルピック、ダン構えです。 So good。 ショックボルト壊してファーストレーン、いや爆速でいった、爆速モーター付きか、リレーボルト、サイプレイヤーオーバードライブで走り切る、今度は内側警戒、ここは当てていく、うわペックス完全にトルクチューンがついています、前に出るサイプレイヤうわエクスクレイトのカバーが入りマーケットにスパイクドロップですが、めっちゃおもろい3対1の環境です、めっちゃおもろいじゃん、めちゃくちゃおもろい、ここのカバーもエクスクレイト、うん、マーケットからのカバーが入りました、普通におもろいわ、見てる分には全然おもろい、ミニブーで見慣れていたはずなんですけど、スラッシュそしてパラノイアが入った、ケージで耐える、ショート当てて軽めのカバーが入りましたが、スラッシュによっていやカバーする、拘束者ロシー、ナイスいいねー、しっかり使ってのリテイク成功です、内側から入り込むことに成功しますが、この上にはカメラが存在します、今のもリテイクで使いたかったけどな、カメラセッチはロシー、この位置がどうだ、メインの位置はなかなかわからないか、パラノイア、カルペファーストブラッド、完璧なパラノイアタイミング、内側ワンウェイスモーク通ることはできないか、逆にパラノイア返し、でかいな、残されたのはエクスクレートとイズ、イズシェリフ、すげーはクロスの射線です、うん、これまた逃げれない、入っていくカバーに入ったカバー、まあ、やっぱネオンはカバーのライヤーが合わないからね、アンセム、おセス、アンセム止まりました、飛び切ったイズ、いやナイス止め、うわっ完璧な対応でした、いい止め、オーバードライブ、サヤプレイヤー調整バイ、オーバードライブ前に出てくる、リコンボルト映った、追加のリレーボルト、カバー間に合うか、カバーに入ったから、そこもそこもエクスキレートのカバーです、いやさすがにうまいな、ネオンウルトの使い方が、パワープレイ、 T1 が抑えていた、ネオンウルトの使い方うめえ、ファストレーンスピードが上がっていきます、バックサイトにリレーボルト、リテイクですね、マーケットへのパラノイア、あでも欲張ったけどいい取り方、これによってエクスクレートの位置を隠しました、当てた、ヒットショーストッパー、エクスクレートをまずは仕留め、メイ、さらにダブルキル、連携メイ、めっちゃ通ってますが、メイ手前ペイントダウン、タピオカからのハサミ、メデューサ、メデューサ、さあロッシの位置は確定情報、メイ、いやメイがエクスキレートショーストッパーで落としたことでまずはチャンスを握りました、一旦ディジーでチェック、エクスクレート、ここを打ち倒した、ネス、でかい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 、手前が取れました、これで安全な設置ができます、壁でなんとか、でかすぎるこのピストルは、後半のファーストラウンドデトネーションフォーカスミ握りました、いいねー、いや慎重に完全にカルペに任せている、うわ一発内側進行、うわここはロッシが止めた、熱が抜いたか、ここにはサイバーやでかい、もういないだろうと読んだんですが、うわ、イズ、うわイズうまいね、あそこ覗くタイミング完璧だわ、イズが強すぎる、まだバレてはいません、ここで3人入ったのが分かった、フロムザシャドウズタピオカ展開、パラノイアはもう切りました、エクスクレードはまだ中で耐えています、設置のタイミング、サイドを取りに行けない、リコン映った、あ1人取っていった、あーあーあああ3人取り返して人数状況は 1-3! なんだったらクリアリングが難しい位置に入った、ここはメイ、うわアンセムよくトリプルキル取りました、そうですね、今カウンターの形は綺麗に回答も取れない形まで綺麗に作ったのにもかかわらず、サイト側の離婚移って、どうしてもこうスモークがあったことによってずっと壁抜けたのがマジで助かった、そうですね、ただ音を聞いているのでもう寄れています、イズの内がパラノイア超えていった、ファーストブラッドスパイクドロップ、ネスがそのイズを倒したか、エクスケレトネス、ス
目が張らない。うわぁ、サイヤプレイヤーニューラルセクト、中2人で固めたが設置ができない。残り10秒、早めに取り返しに来る。 D1 耐えるしかない、守るしかない。熱で耐える、守った、耐えた。弾は一応暴れてる。うわぁセス取り切った。あらちぃ、この1-1は熱い。ギリギリの勝負になっているのは素晴らしいんですけど。Bリンク、スモーク耐えて、パラノイア、ディフェンダーサイド抜け、リレーボルト、引っかかった、残り30秒、難しいぞこれ。オペレーター、ニューラルセット、ただキルは取った、打開した、ノッシーの位置はどうだ、ただエルボーに飛んでくるところ狙った止まった止まった、うわ、まだただロッシーがタイルがアンセムカバーに入る、外した。なんとか設置はできそうですが、ツーオンツー、これもう逃げれないですよ。いいスモークだそれ。メデューサドローン、うわーうめえT1 同点、ロッシーのね、いやーロッシーがスタンもらいながらワンキルしたから、メデューサのタイミングも完璧だったんですが、うん、そうですね、いやー情報は取れた、ただ寝すだけでは分かりません。ここ、ね、ちょ待って、まここですね、ま、オペレーターが怖くてピークができない。これ打った瞬間シャネルクラッシュ飛んできますよ。ポイズンクラウド、タイミングショット、パラノイア、エルボーに入った、隠した、隠した、手前にロッシー、ダブルキル、メイが抑えた、メイが操作パーン、した、ただ打つしかない。どこに打つか、あ、今だー、あー入ってくる、ナイス、見つかった、うわっ、うわっ、フォーカスミー、マッチポイントだ、デトネーションフォーカスミー、いやー、岸さん、ここ負けたら金なかったからね。カメラ映った、早い攻め、割り切った、早い攻め、ワイヤー壊した、内側を通る、カムタリゴン。外側にはワイヤー、はぁエイムミス、抜き返すか、接着でけぇこのエイムミス、ヒットも使った、あぁヌルコマンドからのスタート、オーバードライブ、このオーバードライブエグ、決め打ち、決め打ち、オーバードライブ、伊豆がセスを抜き、4対3、前に出る、前に出る、ワンオッズ、ワンオッズ取れるぞ、まだ生きてるぞ、ワンオンワン、どうだ、おー、ジージーでけー、うわー、インターナショナルリーグ初勝利、長かった長かった道のりでした。来ますよね、はい、選手到着したみたいです。熱戦中おめでとうございます、おめでとうございます。682日ぶり、2年ぶり。まず T1 戦の勝因を教えてください。どうなんだ、ちょっと、うんうん、これ内部な情報になっちゃうんですけど、はい、ちょっとメンバー間で結構大喧嘩して、はい、まあ一時はどうなるかと思ったんですけど、もうスクリームも相手にも申し訳ないんですけどキャンセルさせてもらうぐらいちょっと喧嘩が起きて、うんうん、まあでもそれがなんだろう、さらにこのチームの絆を深めるなんだろう事件になったんで、うん、今日はたくさんみんなでコミュニケーション取れて結構対応力は前より上がったのかなって思って、そこが結構良かったですね、うん、特に苦しかった部分っていうのはありますか、今回の T1 戦。そうですね、やっぱりエクスキュレート選手のチェンバーとかオペがかなり脅威で、うん、T1 のオペの毎回喧嘩しよう、自分はひよってましたね、そこがなんかいつも通りに動けなくてなんか固くなっちゃったなって毎回喧嘩しよう。ありがとうございます。あとはまあ熱選手の個人的なお話になるんですけど、昨年ライアットゲームスワンでイベント終了後、私とゆきひろさんと熱選手で少しお話ししたじゃないですか、はい、で何かをこう掴んで来年頑張りますという話を言ってくださいました。熱選手にとってこう昨年末から
プレイ部分でどんな成長がありました？なんすかね、まあ、CR から DF 見に来て、そのコーチ陣の変更もあり、なんか新しい自分を結構見つけ出してもらってて、すみません、もう一回いいですか、質問。あ、まあ、あのご自身のプレーの変化とか、はい、成長っていうのはどう感じてますか？結構今までしっかりその IGL もしたことなくて、あまりしてこなくて、試合全体を見て自分の動きを決めてるわけではなく、嬉しくて頭から飛んじゃうでしょう、動いてプレーしてたんですけど、そういうなんか全体を見て自分が動くような、今はそのセンチネルのロールなんで、それが大事だと思ってそこを伸ばしてて、なんかそこは前とは前の自分とは変わった動きをするなって自分でも思います。そして次戦はジェンジー戦ですか。ジェンジーの印象とかありますか？はい、いや今日の試合も見てたんですけど、やっぱり本当パシフィックで優勝候補、実戦ぐらいの強さを持ってて、勢いに乗ってくれ、安定感もあるし、いけるぞ。ちょっと怖いですね、マンチキンと戦ったことはないんで、敵で。確かに、まだ勢いに乗ってこう、ね、正直。まあでもね、あれから互いに成長したところをね、見せ合えるといいですね。そして、まあ、今日ね、会場にもたくさんの日本のファン、あとは今ね配信でもたくさんの方々が応援してくださいました、ファンへ一言をいただけますか？ T1 に勝ったのは大きいと思うんですけど、まあ、まだまだ4戦残ってるんで、もっと勝って、なんかオメガグループが今全チーム強くてちょっと困ってて、はい、そうなんだよね、うん、全部勝てばそうなんよ、いいだけではあるので、そうなんよ、ね、困ってるんよね、これからの試合も頑張りたいと思います。ゼタも DFM も困ってるよ、よろしくお願いします。ありがとうございます。最強で先ほど T1 戦で勝利を収めましたデトネーションフォーカスミから熱選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。